京都千代田区からみぞれの報告もいただきましたね。そうですね、今夜になって気温がちょっと下がり始めているんですけれども、これがねもともと18時ぐらいに風向きが変わり始めて、まあ、気温寒気が入ってきて気温が下がる、まあ、という話をしていたのがやっぱね 2,3 時間ぐらい遅れてやってきたということになりますね。引き続き、関東エリアは雨のご報告が多い中、ところどころでそのみぞれのご報告届き始めております。でこれですね、今皆さんに気温をこう測っていただいているデータこれになるんですけれども、ちょっと前のタイミング見てみましょうか。これがね19時ぐらいなんですけれども、19時の段階はねもう全域でこの赤色、だいたい気温にするともう4度以上というような状況が広く出ていたんですけれども、今ね、実況を見てみるとこの辺りがね特にちょっと薄い赤色ピンク色に変わってきました、はい、これはね2度から3度のエリアを示しておりまして、ちょうどですね北風に乗る形で、ま、茨城南西部から千葉の北西部にかけて気温が低くなり始めてます、はい、でこれはね一部23区でもね東の方にちょっと冷たい空気が、入ってきているのではないかと見られまして、東京アメダスですね、東京都千代田区ですけれども、こちらがね2度台まで下がってきたということになるんですね、はい、これがねこれも皆さんからいただいているリポートをウェザーニュースの方で分析した結果なんですけれども、縦軸が湿度、横軸がこれ気温です。今引いたね赤い線が雨とみぞれの境目の気象条件、これ一般的に言われるものになるんですね、はい、ですので例えばね、気温が4度ですと湿度が70数%だとみぞれに変わり始める、そういったことを示しております。でこれがね午後8時頃のデータだったんですけれども、はい、1時間経った今はねちょっとこっちに左に、そうですね、シフトしてきてるんですね。そうなんですよ、湿度はねほとんど一緒なので、はい、つまりはやはりね全体的にはこのみぞれ条件にこれ東京都内は入り始めているというふうに見られまして、この後はやはり雪、湿った雪にだんだんと変わっていくのではないかと見られます。でこの後深夜、まあ、日付が変わる頃にかけての変化ということになるんですけれども、はい、それがねちょっと早まるか遅まるかはこの辺りに見え始めたと活発な雲もありますね。これがねだんだんと入ってきて降水強度が増すと、気温が、下がって、さらにこう雪の方によるという可能性があります、ですので一つ注目点はねこの南にある活発な雲が、かかってきてそれが気温を下げてしまわないかどうか、そういったところが、まあ、ポイントになります。先ほどお話した通りもともとは、ね、18時ぐらいにから、まあ、気温が下がって、順次雪になるというふうに見ていたんですけれども、結果的に、ね、こうやって測っていただいているデータとかを見ても、ね、すぐに雪には変わらない。雪の降ってる時間もそもそも短くなってしまうんですよね。結果的に量的な予想はねこういった形で今見ております、薄い青色が2から5センチ、東京23区、都心部に関してはもう2センチぐらいというふうに見られまして、まあ、深夜以降雪に変わっても、まあ、せいぜい芝生うっすらぐらいで経過するのではないかというふうに見られます、一方ですね周辺のところ内陸部ちょっと濃い青色出ておりますけれども、こちらはまだ5センチから10センチぐらい、想定されますので、明日にかけてのこの雪の影響はお気をつけください、まあ、薄い青色のところはですねむしろ明日の朝は凍結ですね、はい、車の運転足元などに十分な注意が必要と言えそうです、準備していただいた上で明日の朝のその凍結には備えていただきたいと思います。わかりました。